痛いですね、ここね。超痛かったですね、すいません。硬いなと、硬いなと思いました。すいませんね。これ大丈夫ですか？はい、大丈夫。はい、その痛いところって何か訳があるんですか？はい、そうですね、凝ってる。あ、痛くなることもあるし、はい、凝ってるから押されて痛いっていう場合もあるんですけど、はい、今の感じだとこうやっぱ凝って硬い感じですね。そうですね。あとやっぱここが必要以上にこう硬くなっちゃった状態がキープされちゃってるんですよ。はい、短く なった状態が癖づいてしまってるというか、あ、だからちょっと緩めてあげないと、ちょっと元が、足が辛いですかね、これ大丈夫ですか？聞いてますちょっと楽な体勢を取りたくて、はい、なるべくこっちに、あの、今まで取ったことない、はい、ないですねこっちこれで今緩んでますよね、痛くないですよね。はいはい、足の方も辛くないですか？はい、大丈夫です。はい、どうですか？さっきよりいいですね。はい、辛くないですか？はい、はい、
ぱり右左で結構違いますか、はい、そうですね、あの左の方がお背中の張りとか厚みが強いですね、はいはい、あ、そうなんだ、はい、やっぱ利き手とかも関係するんですか、うん、と思います。で野球小中やってたっていうのでも、はい、まあ大人になってしばらくやってないので、はい、そこまでないかと思うんですけど、でもやっぱりその時に成長期なので、あ、体が作られるので、ちょっとやっぱりこう腰ひねったりとかもあるので、やってるとこう肩とか左右差出たりしますよね。ご自身でどうですか、こう触られた感じとか。そうですね、僕あの左利きなんですけど、はい、なんか左の方がよく、うん、酷使してたんだな、うんうん、やっぱ左の方が筋肉がついてますよね。あ、そうですね、うん、なのでこうちょっと厚みと硬さがあります。ちょっと痛い。そうですね、痛いですね、痛いですねそうですね、もうちょっと叩いていきます。なりやすいですね。あ、そうですね、うん、多分なんか僕ちょっと痛がりなのもあると思うんですけど、はい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 、で、うん、なんかすいません、いい、全然全然筋肉痛っぽかったりですよね。あ、そうですね、そういうことも普段ありますもんね、はい、そうですよね、そういう方だとこうちょっと、まあ、刺激に弱いっていうか、はい、やっぱり痛く感じやすい。じゃあ今度は仰向けですね。体をこうしてください。はい、